たか。どっから出てくんねん。見つかるわけねえだろ。ストーカーに襲われています。どっから出てくんねん。床から出てくんのお前。あ、そんなところに。ご苦労だったね。うん。あんたがさやかか。うん。さ、行くよ。え、むっか、何も無視することないじゃん。箱持ってきて。ドライだな。ちょっと、私も行く。アミ、伝言板、伝言板。この機能はすごいらしい。ええ。あったー。この操作、途中でやめたら一からやり直しなんだ。まあ、すぐ戻ってくるか。アミは涼子の伝言を探して。絶対すぐ戻ってこいよ。おお。ここは？何してんだここで。見ての通り、ここはヘブンの流通を通さない闇制服の製造工場。それってヤバくない？ヤバいし。さよねちゃんの嫉妬がたまらんの。儲かる。はあ、あ、消えた。ダンボール箱置いたら行っていいよ。ええ、マジ？じゃあ取っといて行くよ。そこで仕事はすんだ。あるんだろ。何を運ばしてたのさ。雑巾？実は、あんたにおとりになってもらったんだ。闇制服でも制服用の布地が必要だ。うん。最近ヘブンの取り締まりが厳しくてね。闇制服の製造を言ってディスカウントやわねがやるって、おっとり。なるほど。おとりだろうがなんだろうが構わないさ。でも人危ない目に遭わせてまで金を稼ごうなんて感心しないな。金がないと困るから。ただそれだけ。ドライだな。仕事は済んだ。どこへなりと言っていい。うん。なあ、どこへなりと言ってさ。やでやで。だけ。あ、アミは？見渡そう。呼ぶか。アミー。ほら、遅いぞ。すぐに戻るって言ってたくせに。いや、ごめん、ごめん。涼子からの伝言を見つけたんだよ。トコシエ神社にて待つ。渋いな。涼子意外と伝言が渋いぞ。トコシエ、なんか果たし合いか。トコシエ神社。さあ、私もよくわかんないんだ。果たし城かな。とにかく行ってみようよ。果たし城かよ、わら。ねえ、とにかく行ってみるけど、まあ、ついでにもう一回学校行ってみようか。レベリングできたらいいな。頑張れ、負けんな。あの、ここに来ても仕方ないんじゃないかと。だからやの修正なんだね。とこしえ神社に急ぎませんか。あ、すいません。いや、謝んなくていいよ。あの珍しくまともなこと言ってんだから、謝んなくていいよ。それは全くもって正論なんだから、それ。ああ、届けたよ。単雑巾でしたけどね。いや別に、なんか爆弾みてえな運ばされてたらたまったもんじゃねえか。ゲーセンでなんか起きない。ハンちゃんが女の子泣かした。泣かしてない。とこしえ神社へは行かないんですか。涼子さんが待っているのでしょう。そうだった。いや、レベリングした方がいいと思ってんの。レベリングさせてくれって。読み打ちしてる暇はないか。リスニング教材だな、ほんと。ね。新人公演。あえて神社をす、しかと。そろそろだよね、がぶち切れそう。さっきから寄り道ばっかしてるけど、どうかしたの？心配はしてくれたの。なら、トコシエ神社ってとこに行こうよ。まあね、分かって、トコシエ神社行けばいいんだろう。もう本当に寄り道してばっかしてるになってたので気づく。何この声。トコシエ神社、トコシエに寄り道してばっかしてるになった。マジかよ。動物の鳴き声だよね、だよね、そうだよね、動物だよね。でもこんなとこに動物がいると思う？思わない。
まさか幽霊？まさかだよね。4連発とはね。じゃやるか。やだ、私が超自然現象は苦手なこと知ってるくせに。泣いてる。超自オカルトは苦手なんだね。いや、自分で幽霊とか言って怖がってどうすんだよ。しかし涼子はどこにいんだ。かわいい。おい涼子。そんなに大きい声出してこうしたてが出たらどうすんの。泣いてたよね。はいな。それを言うな、チミ毛量だろ。出た。え、何？騒がないで兄。冷静。ウサギ、何のんきりウサギと戯れとんねん。待ってたのよ、皆さん。とこしえ神社でこんなところで何してんだよ。まったくだよ。伝言版のことを聞いたから伝言を入れて待つことにしたの。無難やね。隠れていられるし。ああ、こんな不気味なところで隠れてるなよ。見て、神社に失礼やろ。かわいいでしょ。この神社にはね、いろいろな動物がいるみたいなの。いるんかい動物。不思議す失礼。あ、これ新宿だわ、ここ。いや、いすぎだろ。いや、待てよ、神社にしてはいすぎだろ。馬はやばいだろ、さすがに。狐もちょっと病気持ってるし。いや、ねじゃないよ、触れ合うなって。絶妙に力の入ってないイラスト、笑。ここあっちかのサバイバルなのか。いつも間にから楽園に、笑。むちゃくちゃなところだとは思ってたけど、ここまでむちゃくちゃだとは思わなかったよ。まともなこと言うな。静かに。え、何？車が来ます。車が来るの？サファリパーク。これが獣フレンズですか。あ、あの女。いや、めっちゃ野菜持ってんじゃん。知ってるの？うん。ジャパリパーク。ひどい目にあったんだよ。あれ、これもしかして意外といいやつ。みんなお待たせ。間違いなく餌やな。慌てないでゆっくり食べるのよ。たくさんあるからね。マジかよ。あの人が面倒見ているのね。そういうパターン。こりゃまたすごい量のご飯だね。見た感じ、うまいからね。リスが食えそうなものないんだが。埋まってんだよ多分。あいつこのために金が必要だったのかな。清水さやかだな。闇制服をね、製造しているはずだな。何のこと。調べはついている。隠しても無駄だ。一緒に来い。指図される覚えはない。いいから来い。なんだこの猫は。えい、邪魔だ。え、馬はいいものだ。何をする。あ、猫殴りやがったこいつ。どうする。もちろん。うん。助け立ちだよね。あんたたちはちゃんと一回で言えんじゃねえか。一回だけでだよね、だけで終われるなら、もうそれで越したことはねえよ。助けよう。ああ。ハテナなんだ。仲間がハテナ。仲間がハテナですか、これ。マジか。めっちゃ敵多くね、そして。戦闘要員が増えすぎて画面埋め尽くされてきたな。ね。ルナにはフォースか。今回仲間になるとか割とまともそうだね。やったー。ルナにはフォースだからこのままくっつけるしかねえだろ。やったー。よし、ハテナか。ハテナだったらとりあえず、ルナだったらこれか。あ、間違えた。まあ一回たまには。
撤収撤収。まともな仲間じゃ目立てないですよ。こっちだこっちだ。ごめんごめん。フォースにはレイ。ごめんね、リョーコちゃん。ちょっと間違えたわ。相性ゲーなのに間違えるって致命的。結構ヘブン隊長強えな、この女の子。今度こそルナにはフォース。レイには、この子。ハテナか。ハテナにはハテナで行ってみるか。一戦闘が長すぎるっぴ。叩き潰した。自分はわからないか、さすがに。ルナにはフォース。撤収、あと1だ。ズンジ、フォースで頼む。いや、痛そう。受け身取ってるけど痛そう。部下多いな。ダヨネちゃんの部下でぶつけてみるか。いや、いいや、ズンジで行こう。オラ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 やったー。強えな、これだけの人数に。あと1か。レベル上げのチャンスだな、これ。あと1人なら。まだ使えそうだし、この子にちょっとかけてみるか。いやレベル1上がるだけで変わるからな。15レイ、ルナ。アミちゃん。ズンジ上げとくか。ちょっと8人ぐらいだったら勝てるだろう。レイか。たまに丸ボタン連打して飛ばしちゃうのがね、あれだね、あんま良くないとこだね。お、レベル上がった。部下持ちはね、やっぱね、増やしておきたいから。こんなもんかな。